神楽祭は国民の平和を祈って行われる行事で、全国各地から舞囃子や能楽などが奉納されます。優美な音色の雅楽の演奏が鳴り響く中、緑と赤の装束に身を包んだ2人の舞人が天地に向けて矛を振り、天下太平を願う演舞も披露され、訪れた人たちは普段は見ることができない舞楽を写真に収めるなどして楽しんでいました。春の神楽祭は例年4月28日からの3日間行われますが、今年はより多くの人に鑑賞してもらおうと5月2日までの5日間午前11時から公開されます。